このチャンネルは俺芸人クアーラパチトライターという異例の経歴を持つクリア、ただひたすらにゲームを楽しむことを目的としたチャンネルです。そういえば、パブジーカフェできたの知ってます？新宿。ああ、見た。なんかあるみたいね。期間限定でしょ。そう、だから PUBG カフェ行きたいよね。行こうか、みんなで。行こうよ。行きたいっす。なんか、いっぱいグッズも売ってたし、みんなで買おうぜ。いいっすか？行こう。いいっすか？何が？いいっすか？何が？大丈夫いいっすか？どういうこと？行こうよ、だから。え、いいっすか？大丈夫、はい。いい？おごり？え、何？何いいんすか？そうだね。え、そういうことじゃないですか？やっぱ体調、体調なんで。じゃあいいよ。じゃあ分かった。うん、俺も、その、言っても、一応一番年上だし、みんなにお世話になってるから、おごりたいとこだけど、おじゃねえよ、急に。おめえも。じゃあ分かった。じゃあ、いいよ、どんかつしたらいいよ。今日ね。今日、え？回数決めようか。これも込みでいいよ。今日？ 3回のうちに1回優勝すればいいですか？どんかつすればいいですね。うん。好きなもん食っていいよ、じゃん。カフェ、そのカフェで。本当ですか？いいよ。え、お土産買ってもらってもいいですか？グッズも？おみやも？グッズも。おみやも。いやまあそのめちゃくちゃは嫌だよ。いや、いいよ、ある程度はいいよ。1人1個とかじゃあ好きなの選んでいいよ。2個、いや2個、2個、いや俺今護衛するんだよ。クルさん護衛します、ね。はい、体調見てます。ほらいないっす。作ってくるのがあるぐらいっす。いや、いいよ。じゃあ、いた今伏せてる、来た気で伏せてる。あ、1人やったナイス。これあっさりドンカツしたらそれはそれでつまんねえな。あ、家の中いるでしょ。一人キリした。キリってなんだ。あ、やった。家の中やった。あ、いた。岩浦だ。あ、撃たれてる。あ、いた。やった。左から行く。投げた。やった。ナイス。目の前の岩。いた。あ、いけんじゃん、今。やっていいっすか？いや、これ。いけた。あと1人。え、マジ？え、ドンガツすんの？え、本当にすんの？これするじゃん、多分。俺突入するわ。俺突入するわ。なんか急に大胆になってますけど。いや、俺突入する。俺はここにいるぞ。できれば3人倒してくれ、敵さん。あ、バイク乗ってる。ちょっと待って、クルさん。めっちゃふざけてる。あ、いたどこ80、食ったのが80、倉庫の裏。あれ、でも俺あと1人で9キルだ。もうグレないんですよ。あれ、いないよ。グレ投げてきてる、誰か。あ、いた。はい、オッケー、やった。勝っちゃったよ。勝っちゃった、マジで。しかも俺3キル、俺8キルもした。一番貢献した。え、何、え、バイキング料金が別であんの、これ。何、どいくらすんの？これデフォで1500円プラスさらにお金です。だからバイキングは食べるんですよ、多分。おい、ちょっといくらかかんだよ、これ、マジで。もう気使えよ、お前ら。めっちゃ金かかんな。プラスお土産ってことでしょ。わけわかんないじゃん。だからパーカー一人一枚。パーカーやめろって。だからパーカーいらんって。懐くんだから。ドンカツパーカーにしよう。いらんって。クリさん多分4万6000円ぐらいあれば。高でもない。高っていうのも失礼か。さあ、というわけで、僕たち3人でプレイヤーアンノーンズバトルグラウンズ×スイーツパラダイス。こちらの、コラボカフェに行ってきました。イエーイ。いや、まあ、つうか、このさ、写真と声だけっていうのがちょっと気持ち悪くて、まあ、そもそもなんでこうなったかっていうと、
はい、僕らこれ動画撮ったんですよ、カフェ行って撮りましたね、入り口から入って、なんなら一回パフェ行った時店貸し切りで入れなくて後日また行って2回行った、ね、2回行ってんすよ帰ってきたらちょっと太郎ちゃんが預かってた SD カードの中身がぶっ飛んでて動画が全部消えてしまいまして、まあ、PUBG のメニューをもちろん頼もうということで最初に頼んだのは、こちらです、補給物資パフェいいですね、これ気持ち悪いですね見た目ね、もう見た目はなんとなくいいんですよ、ミント丸出しの、うん、この上の青い部分がめっちゃまずいっていう、まずくはないって、これうま、俺好きだったもんこれ俺好きですよ、ね、美味しかったよね、これまずいっすよ、これミントとで下にこれイチゴのパフェが入ってるんだよね、でまあこれは良かったと、パフェ美味しかった、結構値段したけどね、もう全部僕のおごりですから、いやいや、もっと2000円ぐらいじゃない、あ、2000円ぐらいでしたっけ、お前らおごりだからってなんかとりあえず頼んだ方がいいっすよみたいな動画的にとか言ってマジって誰も食わねえ、いやうまかった、これはうまかった俺は本当に次よ、ドリンクも頼もうってなって頼んだのがこちら、これですね、3個右からミルタの美味しい水、真ん中がアドレナリン注射、左がエナジードリンクですねで、まあ、ミルタの美味しい水は普通にこれ、はい、そうそうそう、サイダーだもんね、これサイダーです三つ矢って感じですよね、はい、まあ、うん、でエナジードリンクがおろしみたいな感じってたよね、はい、おろしは、あ、そうですね、エナドリおろしでした、ね、そうそうそう、真ん中のねアドレナリン注射がね、これ注射器に液体が入ってて入れたら混ざってこう色が変わるんですよね、これ変わった後の色かな、うん、どっちか変わった後ですね、うん、そうですよね、化学反応により、うん、でこのアドレナリン注射ははっきり言ってマジでまずかったっすこれマジまずかったっすね、これはマジでもう本当に俺もなんだろうね、合わないケーキとかもろもろ何にも合わなかったっでよ、この後にメインディッシュ、あ、チキンチキンディナーというものを頼んだんだけど、結構やっぱ時間かかるから大量にチキンとか入ってるわけでウインナーとか、そんなチキンチキンディナーがこちらなんですよ、はい、こちら、これもでかいっすね、いやー僕がもうこれはね、うん、見れてない下の部分全部ポテトでしたもんね、そうなんですよ、これね種明かしするとね、この下全部ポテトなんですよ、お冷ましがひどいんで、そうなんですよ、まあまあこんな感じで飯を食って、うん、このあとお土産ショップに行ったんですけど、そう、まあお土産ショップ行ったけどその後の写真はちょっと撮ってなくて、まあ買ったものだけということで、買ったのがこちらの T シャツです、サンホックのね、これねそう、これはまあ満場一致で、そう、なんかやっぱ僕ら一番好きなサンホックが好きだから、ベトナムだベトナムだっつってね、やってるマップね、このマップ好きなんで、これを4人分僕買って、剣なんてもう来てるからね私服で、これこの間会った時普通に来てたもん、いやそうだそう思うでしょ、ケン、いやケンじゃねえよタロちゃんで、俺あれケン今日おしゃれな T シャツ着てないって言ったらサンホークだったの、いや本当に本当に本当にこれ意外と意外とおしゃれなんだって、来たらケンさんマジで来たんすか、マジで来ました、でクルさんに汚れるから着んじゃねえよとか、みんなで一緒に着るとき着れよってすげえ怒られる、ちょっと怒ったその後、本当は欲しかったよ、他にもフライパンも欲しかったし、パーカーとかもなんなら欲しかったけど、なんかあんなに食べ物頼んで、タンクトップも欲しかったよ、いっぱい欲しかった俺も個人的には、でもこんだけ買って T シャツも全部おごって全部で4万近くいったのこのそのもうレジンところの動画とかも全部ないから、もう口で言うけど俺ももうそんな金持ちじゃないから、まあてな感じで、まあこのあとちょっとエンディング軽くトークがあるので、そちらの方も、ご覧になって、重大発表ですね、重大発表ありますんで、うん、ちょっとした、はい、ね、皆さんじゃあちょっとそちらの方ご覧ください、帰りたいじゃん、さあというわけで、PUBG カフェに行って、まあ現在後日なんですけど、ケンとかが僕らだけでいいんですか、せっかく見てる人がどの頃っていうから、みんなにT シャツを買ってきました。で、このさっき紹介したブローチもつけて、このブローチと T シャツを、あ、同じ3本、はい、同じやつです、もちろん僕らとプレゼントします。
まあ、ちょっと大したものではないけど、 T シャツとのブローチを、はい、ね、まあ、応募方法はちょっと僕らもこういうのあんまりやったことないから、そうですね、 LINE とかツイッターとかですかね、僕のツイッターでちょっとやるので、まあ、リツイートしてくれた人の中から抽選でみたいな、抽選で扱いとかあるしね、あ、1名ですか、1名じゃないですか、はあ、もう1名にこれをプレゼントします、はい、そうですね、はい、住所をもらって、はい、その住所にクリさんが届けに行くと、届けに行かないですか、いや届けに行きましょうよ、長崎だとどうするんじゃん、行きましょう、真心、北海道、沖縄だから抽選で1名の方にマジで届ける、届けましょうよ、届けなくていいですか、やってみましょうよ、やってみましょうか、やってみましょうか、じゃあ届けに行きますよ、今月中に、そんなに音もないかもしれないしね、ゼロだったらもうなかったことに、そうですね、ゼロだったら友達に届けましょう、友達にあげます、まあ、詳しくは、こちらの今出てるのかな、かあと概要欄ですかね、概要欄に、はい、詳しくちゃんと貼ってあるので、見てください、じゃあというわけで皆さんありがとうございました、また会いましょう。さよなら。パンパン。チャンネル登録お願いします。